今からあなたたちが家族ができてくるけど、うん、家族はねまたすごい生きがいが出てくるってね、反面亡くなるともう悲しさが倍になる、うん、結婚しなかった方が良かったとか思ったりするわけだ、一人になると悲しさがね、特にあの女の人の方が強い、ご主人が亡くなってね、女の人がおる人の方がとても元気がある、あの趣味を見つけたりね、あのカラオケに行くとか踊りに行くとかね、そういうのは一人になってから、この上にあのお墓が高いところにいつもありがとうという言葉をかけながらずっと行く、やっぱり家族の家族ちゃんがすごいもんね、農業は家族労働っていうのは一人じゃどうにもならない、だけん農家の嫁さんっていうのは、特にうちの嫁さんなんてお金は全部一緒だ、うちの嫁さんに来た時ね、自分の持ってた金を全部出したすごく真面目でね、正直者だ、だったで農業で、ね、生活したい、そして徳山村で村の農業でちゃんと生活ができる農業をしたいというのが私の夢物語だったから、それは家内がやっぱ感じてくれて、もう一生懸命仕事で始まって仕事で終わった、はい、旅行とかね喜ばんあまり、ただねハワイ旅行が来たのと、あの農林水産大臣賞もらった時、あの明治神宮がね、うん、2人で行ったで、東京の明治神宮、あそこで表彰式があったり、そういうのもあんまりなんか口に出して喜ぶタイプじゃなかったな、だから家内がいないなら私の今はないよ、私が無難頑張ったってダメだ、だけど男一人じゃ無理なんだ、だから新しい基盤を作って農業経営で生活ができる道を作ることは非常に難しいし、現実にはなかなかできてないので、農村集落の後継者が育たなくて農家個数が少なくなっていくわけだよね、ただうちももうほとんどダメな、孫が女だけどね、だけど例えばその農業大学校で農業が好きで好きで牛が好きで好きでたまらない女の子とかが一番いいって、ね、好きでないと牛が好きでないとダメ、畜産はな、農業全体の問題が大事だけど、その中でうちの場合は畜産が好きなら日本でも有数な畜産をやってるわけだから、逆に面白い農業ができる、だけどそのどのようにでもなるし、可能性がいっぱいある、もう死ぬ前になって
人少ない。こんにちは。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。では失礼します。こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。待ってもらって。ありがとう。ありがとうございました。雨が降り出したな。降りましたね。作業の…え？寒い。作業どうしたか？お風呂場ですかね、ここで胸が詰まってくる。この上に納骨堂が、だからこの田尻の集落のお墓がいっぱいあるわけ。この高いところ、山の上で、私も弟が亡くなっているので、弟の家と2軒で納骨堂を作ったの。でそこに納骨して家内が毎日こう通るので、今日もありがとうございましたということで、ね、見守っていただいてありがとう。で、特に家内がな、今胸がこう詰まるわけだな、悲しい。
適当にしときゃいいが。